どうもラメリーです。今回は未公開新集となっております。前回コラボした将軍さんと無名さんの未公開シーンを編集してきましたので、ぜひご覧ください。前回将軍さんにドッキリを仕掛けない、ドッキリを仕掛けた直後。ちなみに今回フォックスとかもサブで使われてるんですか？あ、使ってますよ一応。わ、はい。いやー、フォックス解説されたくないな。フォックス解説されたくないな。なるほど、解説されたくないですか？フォックス解説されたくないですね。ちょっときついですね、やっぱり精神に来ちゃう。さすがに今日は。あー、フォックスを使います。おい、フォックスはクーエヌのやつです。クーエヌとこにジャックっすね。はい、ジャックですね、ジャックっすね、東京。そう、ジャック強い。え、上からジャック、クエヌで降ってきて、で、ジャックをかぶせるみたいな。ほんまや、これめちゃめちゃすごい。超強いですね。おっと、毒ちょっと溜めとかないと。よし、まあ、パックフラーもジャック強いんで。よし、あ、やべ、カードしてる。結構やっぱコンボも前作とかと同様、いろいろ繋がるんで。あ、やばい。そうね、あれ上今日強いんですよ。あっ、あそこ、クエヌエスマとかも健在ですね。クエヌエスマとかも健在です。もうね、実験台されてる。あう、どうすんの。あ、逃げられない、逃げられない。そうですね、ジャック中にジャスがしても逃げられないですね。あとはもうひたすらクエヌっすよ。上からクエヌで降ってきてジャックをかぶせる。これ、え、今結構ワンパターンにやられてますけど全然抜けられない。はい、え、なんせ強いんで。よし、よし、おっと、やべ、ちょっと慣れない、慣れないぞこれ。やっ、あ、え、めちゃめちゃ強くないですか？上に、上強で浮かせて、はい、あっ、ショーシャンプーめちゃめちゃ、あかんあかんあかん、やばいって。で、なんか結構上級者ってショージャンプめちゃくちゃ多用するみたい。フォックスは上から大ジャンプで降りてくるのも強いんです。あ、はいはい、この辺はそう、使い分けかなっていう。ショージャンプでこういう風に差し込むっていうのもありだし、上から大ジャンプでこう降りてくるってのもありだし、なんかどっちもありなんですね、これ。痛い痛い、もうまともに地面についてない気がする。よしよし、よしよしよし、お、すごい強い。何か今だ、わかった、いい手わ。いや、フォックスも面白いっすよ、おすすめです。そうですか。スピリットつけてギリギリ将軍さんに勝った後で、ここで負けたらシャレにならん。全然当たんねえ攻撃。なん、怖いよ横綱、怖いよ。はい、はい、はい、よっしゃー。さっきのでやりましょうよ。さっきのでやりたいですか？はい。ちょっとあれに勝ちたい。ちょっと完全にね、動画の趣旨が変わっちゃいましたね。将軍さんがスプリットに挑戦する動画になっちゃいました。いや、まあまあまあ、そういうのもいいんじゃないですか。いや、なかなかちょっと新鮮ですよ。まあ、最初は無敵ですか？はい、お願いします。でけえな、おい。よし、ここで肩をつけるしかない。ここで、あ、逃げてる、最初逃げるんだ。よし、 いつまで無敵なんだこれ。ああ、そういうことね、はいはい、はい、やべ、ちょっと、危ね、ちょっと待って待って、あれ、今俺つけた、俺つけた、あ、違う、あ、相手についてる。これはつまり、つまりこういうことですね。つまりこういうこと、つまりこういうことか。つまりつまり当たるということ。ああ、落ちる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 。あ、負けちゃう、負けちゃう。よし、はあ。圧倒的火力にため息が出てる。いやー、いや、ちょっ、すごいっすよ、翔さんのため息なかなか聞けないっすよ。ああ、上行ったら、上行ったらもうやっぱヨッシーが強い。よし、あ、あれ、あ、俺か、本当に。知らない絶望感を味わっている。知らないんだけど、でも重さは変わってないよな。
やでもかなりその防御力上げなんで、え防御力はかなり上げてるんで、はいはいはい、まあ、ちなみに僕スピリットガチ勢なんでレベル99まで上げられるんですけど、このスピリットはレベル99です、はい、あ、そうなんだ、ガチ勢ですねガチ勢見切りが早い、やっぱりちょっとあっ、いやー頑張るぞだって喋んない、喋んないっすよ喋んないっすよやってねえよ喋んないっすよ、やばい一番大事なとこなんだ、多分これ手榴弾で溜めてるんですね、今これちょっと。そうだって全然近づけないもん、怖い怖い、これ割れるってこれ後ろにある、後ろじゃない、下にある、後ろと下、どうしようどうしよう、これえ、どうしたらいいの、全然近づけないよ、うわんよっしゃい、あーもう小ジャンプ食う前がやっぱ強い、強すぎそれよし、空中技めちゃめちゃ強いですよね、ちょっとやめや、強いっすね絶対これ喋ることじゃなくて俺倒すことだけ脳みそ使ってるそりゃそうっすよやべ、投げ返してもガードされるんだ、あれ、あー痛えよ痛えよ、いやーもうちょっといやーもう狙ってきてる、狙ってきてる、上京という名の上手まで狙ってきてる俺いやー死んでしまう、もうって思いました、だいバレるバレる、だからこれもう一発も食らえないんだけど、ああ、いやね、やべよー、ええ、あ危な、今行ったと思った、やめて、あ三、危ねくぐり抜けられた、無理だろうこれいつか食らうわ、あの手榴弾をちょっと、手榴弾さえ投げれば、まあ近接戦闘って したくないはずだったいやもう集中してるもん、集中してるもんこれ、あえ、嘘でしょ、あおいこんだけね、こんだけ投げたらね、何百回一回かミスりますよそれは、いや5分間ずっと手榴弾投げてましたからね近いうちに対策は頑張ってしてくるんでまたやりましょう、はい、ありがとうございます、ぜひこちらこそよろしくお願いします、はい、続きまして無名さんと奇跡的にファイターもカラーも被った時の未公開シーン、あーこれはあーこれはマジえすごいこれ74ファイターいて同じ色のやばい、もうドンキーではもう勝てないから、もうクイズで勝っていくしかない、これはもうでーれんパックンフラワーを家で買うときに気をつけなければいけないのはどれ、はい、1. 水をあげすぎない、はいはい、2. 燃えるものは近くに置かない、 3. 暴言などむやみに怒らせない、怒らせないのが一番いい強いですね、4番目興味本位でチンチンを近づけない、いや、これは4番が言いたいですねファイナルアンサーですか、ファイナルアンサーです、おピンポンピンポンピンポンそうなんです、いやこれは興味本位でチンチンを近づけないが大正解ですね、はい、でれん、夢の中で好きな人の体の一部がなくなりました、はい、それは次のうちどれでしょう、はい、1目、はい、2手、はいはい、3足、4、はい、心臓、うわー、それだけだけ見えた、いやそうですよね、ちょっとこれ究極の選択っぽい、目だけなるのが怖いって夢の中で、あ、正直目は嫌ですかね、 1がなくなったのから、それちょっと嫌だから逆にってことですね、これはですね、クイズじゃありません、ブラック深層心理テストというですね、あなたの独占欲がここでわかるというですね、僕のチャンネルで無名さんの独占欲を暴露するという、はい
目を選んだあなたはですね、はい、私だけを見てほしいと思うタイプ、相手のことを、逐一観察していることがあり、はいはい、自分以外を見ていると嫉妬してしまうようです。いや、あながち間違いじゃないです。おマジでマジで。いや、ただそれだとお互い息が詰まってしまうので、はい、ある程度寛容さを持つことで関係がより良くなるはずですという形ですね、アドバイスまでいただいてますね。あーちょっと待って、あーこれ、あはい、未公開新集いかがでしたでしょうか。せっかくなんでね、ブラック深層心理テスト最後に出したやつの、答えを言って終わっていきたいなと思います。ちなみに2番を選んだあなたは、手ですね、手を選んだあなたは相手との肉体的な関係を独占したいと思うタイプ、寂しがり屋なあなたは相手がエッチをしてくれることが愛情だと感じてしまいがち、その時だけの優しさでも構わないと感じてしまうと破滅的な恋愛に走る傾向があります、要注意。はい、そして3番ですね、足ですね、僕は足を選んだんですよ。で、足を選んだあなたは彼の自由を独占したいと思うタイプ、彼のスケジュールや行き先がわからないと途端に不安になってしまいそう、自分の中では束縛しているつもりなのではないけども彼からするといつも見張られているような気持ちになるということで、信じてあげることも大事ですと言われております。4番、心臓を選んだあなたは、社会的に一緒にいたい、つまり結婚して相手を独り占めしたいと考える究極の独占欲を秘めていますということです。今の彼が結婚前提なら幸せですが、そうでないなら考え方を変えないとお互い苦しむことになります。緩やかな付き合いも悪くないかもっていうアドバイスをもらってますね。ただこれ読んでいてね、すごく虚しくなったのが、独占する相手がいないっていうことですよね。はあ、はい、ということでね、明日から3月、皆さん頑張っていこう。最後まで見てくれてありがとう。概要欄にツイッターとか載せてます、絡んでくれよな。ちなみに裏で流れてるこの音楽は俺のバンドの曲なんだ。バンドのチャンネルで公開してるから見に行ってみてね。ではまた次回の動画で。